ザグレートを前に、本名、ロナルド・カニンガムとは、イギリスのエスケープアーティスト、スタントマン。ロン・カニンガムとも呼ばれる。火をズボンにつけ、逆さまでぶら下がっている間に電球を食べたり、高速衣を脱いで脱出することを特技としていた。1915年7月10日に、ロナルド・カニンガムは、ウィンザーのワイン輸入業者の一家に生まれた。同セットのシェアボーンの公立学校にて教育を受け、 実家の家業に加わった後、プレイボーイな生活をしていた。第二次世界大戦前に会社が倒産して、父親が死去したことにより、一家は離散した。心臓が弱かったため、イギリス軍の兵役任務から除外された後、カニンガムは、ロンドンのチャーリングクロス街にある古書店にて、ザ・シークレッツ・オブ・フーディーにという本と出会った。カニンガムは後に、その瞬間、私の人生は、 完全に変わった。私は化学反応を感じ、二度と過去を振り返ることはなかった。と述べている。カニンガムはその本を購入して読み進めた後、地元の水泳プールにて最初となる水中脱出の練習を行った。オマーニが逆立ちを行ったビーチーミサキ。1950年代頃までにザグレート、オマーニという芸名を名乗り始め、一般に向けてスタントや 脱出術を始めた。初期の頃は生計を立てることができなかったため、妻であったエイリーン・カニンガムと共に音楽ホールを回り、パフォーマンスを披露していた。この活動は、ボグナー・レジスの桟橋で、スタント活動を頻繁に行う頃まで行っていた。この桟橋では、高速用来て、潮が来た時に桟橋の橋桁に鎖をつながれ、 南京錠をかけられた状態から脱出するという脱出術を披露していた。また、ブライトンのウェストピアでは、炎の海に飛び込むパフォーマンスや、釘の床で寝そべるパフォーマンスを披露していた。1977年にオマーには、エリザベス女王の在任25周年記念として、ビーチ岬にて、両足にユニオンジャックを挟んで逆立ちをするというパフォーマンスを披露した。 1983年にエイリーンが死去してからも、オマーニはスタント活動を続けた。オマーニは引退しづらい職業だ。と語り、その理由として自身が露出狂であるからだと語った。その後イギリス南海岸の桟橋が次々と閉鎖され、オマーニに,に関する報道のトーンは、尊敬から老人が未だに危険なパフォーマンスを行っている不思議さえと変化したため、 オマーニは数回引退を示唆する発表をした後、2005年に最後のパフォーマンスを行うことを決めた。このパフォーマンスは車椅子に乗りながらライトンの酒場にて行われ、自身の18番である割れた瓶を裸足で踏み潰す、自身の体に火をつける曲がりやすいナイフを胸に数回つくビールグラスを首の上に置けハンマーで砕くというパフォーマンスを披露した。 オマーにはこの時、自身の人生を幸せでカラフルな人生であり、興味深い人生であった。と振り返り、さもなくば人生は退屈だっただろう。と述べた。ロンは、がんや腎臓病と闘病をしながら、BBC のテレビクルーによる密着取材を受け、クルーのために火を食うパフォーマンスを披露した一週間後に、亡くなった。92歳を打つ。 この時撮影された映像は BBC2 にてザ・ The、92 y e ー r Old Danger j u n k というドキュメンタリー番組として放送された。ハーローのシリーズ学校にて教育を受けたとも言われている。ABCDEFGHIJKLD スペンサーザ・グレート・オマニザ・インディペンデント HTTPS WWW、インディペンデント CEO UK ニュース アビッチャリーズ、ザ・グレート・オマニ -397603HTML2020 年6月20日閲覧。ABCDEFGHIJKLMN、ザ・グレート・オマニ、ザ・テレグラフ。 https://www.telegraph.co.uk スラッシュニューススラッシュ obituaries スラッシュ1 5 6 6 3 7 7スラッシュ th g r e t o m n i h t m l 2020年6月発火閲覧 ?abcdmila, carcha, f a r e w e ェ l to t h ー g r e ザーガス、H T T P S、WWW、T ハーガス、CEO、UK、ニュース、百七十六万三千百四、フェアウェルツーザグレートオマニ、二千二十年六月二十日、閲覧。AB バンクス、スミス、ナンシー、ラストナイト TV、ワンダーランド、ザ九十二イヤー、オールドデンジャージャンキー、ザガーディアン、H T T P S。 w w w t g u g a r d i a n c o m カルチャートバンドレイディオブログ2008フェブラリー28ラストナイトベワンダーランドス三2020年6月20日閲覧ワンダーランドシリーズ1ザ92二ヤー r o l デンジャージャンキー BBC 2020年6月21日閲覧ありがとうございます